おはようございます。はい、おはよう。見ました。ブギーマン、ほんと、暗闇から出てくるカインはいいですね。あと妹ちゃんが可愛かったです。でしょう。でですね。はいはい。あんな感じのカインが出てきて襲われる映画で何かおすすめありますか？ああ、じゃあこれとか。おっと、ニコラス・ケイジって時点で普通のホラーじゃないですよね。とりあえずあらすじ言っとく。何ですか今のまは。舞台は現代のアメリカ。とある片田舎の道を主人公がスポーツカーで走ってる。演じるはニコラス・ケイジ。出た。すると突然タイヤがパンク。車を降りて確認すると道路に車止めスパイクが。何ですかそれ。警察が逃走車を止めるのに使うトゲトゲよ。ああ、てかなんでそんなものが。途方に暮れていると運よくおっさんがレッカー車で通りかかる。おいおい、なんか怪しいな。そしてそのままおっさんの営む修理工場へ運んでもらう。そこでカインに襲われて。早い早い。で、修理してくれるってなるんだけど、代金1000ドルくれと。おう。しかもカードも ATM も使えないので現金で。そんなの普通持ち歩かないでしょ。すると、持ち合わせがないのなら仕事を紹介するぜと。あ、怪しすぎ。それを主人公が承諾すると、町外れにある寂れた建物へ連れて行かれる。おっとおっと。そこにはその建物のオーナーが待っていて、仕事の説明を始める。あれですか、怪異が出るので退治しろとかですか。いや違うから。何ですか今のまは。そこは屋内型娯楽施設で、マスコットキャラクターたちのロボットが売りだったんだけど、事故が起こって閉鎖されたと。で、今のオーナーが買い取って再開したいので、今夜一晩泊まり込んで掃除してくれと。何ですかそれ。中を案内されると確かにステージがあって、8体の人間大のキャラクターロボが立っている。おう。そして主人公は仕事を引き受けることに。いいのか。するとオーナーは彼にスタッフ T シャツを手渡し、休憩はしっかり取るように、と言い残して去っていく。はい。しかしこっそり施設の出入り口に、外から鍵をかける。なんだと。けれどそんなことを知らない主人公。腕時計に休憩時間のタイマーをセットしてから仕事開始。すごい勢いで施設内をきれいにしていく。おお。そして休憩を挟みながら作業しているとキャラクターロボの1体が現れ、お前を食ってやるぜと襲いかかる。なるほど、その8体のキャラクターロボが怪異だったと。そう、殺人鬼の魂が乗り移った悪魔のロボット軍団だったのだ。となるとこの後は逃げ惑うニコラス・ケイジを楽しむわけですね。と思うじゃん。あれ、やおら手に持つモップを真っ二つにへし折る主人公。その2本の棒を持ってキャラクターロボをボッコボコに。なんだって。で、とりあえずそっちは一旦置いといて。いや置いとけるか。一方その頃、町の不良娘リブは仲間たちと共に施設に放火しようと企んでいた。なんだいきなり。実はこの町の住人は旅人を生贄として送り込む代わりに自分たちは襲わないようにと施設のロボットたちと契約していたのよ。なんだって。そして、それが許せない彼女は、施設ごと破壊しようとしてるんだけど、主人公が中にいることを知って、助けようと、止める仲間を振り切って単身内部に侵入。その後仲間たちもなんやかんやで中に入ってしまう。なんかややこしくなってきたぞ。こうして、呪われた施設、ウィリーズ・ワンダーランドでの惨劇が幕を開けたのだった。ってお話。なるほど。ところで、一旦置いとかれましたけど、その主人公なんかおかしくないですか？そうね。なんと彼、前編通してセリフが一言もない。いや確かにおかしいですけどそこじゃなくてですね。さらに、仕事に対して異常にストイック。どんなに汚れていても黙々と掃除をし、どんな状況でも休憩時間が来たらしっかり休憩。そして、スタッフ T シャツが汚れたらきちんと新しいのに着替える。それは別におかしくないのでは？何しろ鏡に血で、今日はお前の誕生日だぜ、とか書かれてても、全く気にせず拭き取っちゃう。確かに肝が据わりすぎてる気もしますが。確認ですが、これホラーですよね。ホラーアクションコメディ。やっぱりか。私、怪異が出てきて襲われる映画って言いましたよね。だから怪異が出てきて襲われるわよ。何かしら認識に齟齬があるような気がしますが。そうみたいね。ちなみにゆかりさん的には。私は大好き。なるほど。それこそポップコーン片手にゲラゲラ笑いながら気楽に見れる映画ね。尺も90分くらいでちょうどいいし、最終的にスカッとするしでおすすめね。ムー、思ってたのと違うけど、この後の展開が気になってきたな。じゃあ DVD 貸そうか。ちょうど今持ってるし。なぜ？